じゃあ緊急企画ということで、はい、どうもグミの小村です。はい、ということでですね、昨日ね、ちょっと昨日から、遠征ということでね、泊まりで、来てるんですが、昨日ねちょっと一見行き逃した背景があったんで、本日、今ねちょっと八重桜さんとちょっとバラバラで来てるんですが、今回ね、昨日行くのを忘れてた物件が一件あったので、今日もう一回ちょっと行こうかということで、こちらまで上がってきました。でこちらは、ハイラウホということで、なんかね、心霊スポットでも結構有名だっていうハイラウホらしいんですがね、ちょっとね、さっきね、入り口の方で、先客がおるような気配がしててね、ちょっと今ね、できるだけし、声とかっていうかあんまりしゃべらないように一応行動してやってるんですが、ちょっと八重桜さんがどこに行ったか全く分からないって、多分別の場所多分探索してるんじゃないかな。でもかなり荒れ方がすごいわ、だいぶ荒れてる。
そう。大丈夫か。こんな感じかな。普通にトークがすごい。でね、ちょっとね、ブルーロースなんでね、あんまり派手に動けないんです。どうかは静か。飲まみそう。静かだったかな。レシバ持ってきてた。エアシューターやな。こちらね、なんか生産がエアシューター式ということでね。知らないけど。これ、エアシューター。でね、なんか結構大きい規模の、大きい規模、大きいサイズの。大きいサイズのエアシューターがあるってことなんですけど。そちらも探していきたいんですけど、ぜひちょっと見たい。で、そのエアシューターを一回見てみたいということでね、ちょっとどうしてもここに来たかったんですけどね。掃除が終わったらリセットを行います。警戒が必要なんで、ちょっとあんまり喋ってないんですが、そちらの方申し訳ございません。
さんになってる。下にいるけど、ちょっと様子を探していきたいと思います。
足が悪すぎて。こっちの部屋。見た感じ。お邪魔します。部屋めっちゃ広い。電マゴイ、あ、言ったのか。電気マッサージ、電マ、うん、電マゴイ。これがイヤシュータ、イヤシュータこれ使うところだと。電気とか。
ですよね。エアシュートも見つかる。すぎてまともに回らへんのとりあえずもうねこの辺でね終了としてたこれやっぱりエアシュートパイプということでねもうかなり荒れすぎてでもまともに回れる状況がないしちょっと八重桜さんも行方不明になってるんでねとりあえず終了はこの辺にしてちょっと一旦車に戻りたいと思います。ではね、またあとこの後2件ほど物件終わる予定なんで、この辺で終了にしていきたいと思います。ではねまた、動画の閲覧の方とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではさよなら。